ワラスボは、スズキメハゼカに分類される魚の一種。日本では、有明海のみに分布し、食用に漁獲される。ワラスボの全身制御は、全長40センチメートルに達し、オスの方が大きい。体型は、ウナギのように、細長く、背びれ、尾ひれ、尻びれもつながる。体色は青みがかってより、青灰色や赤紫色にも見える。 目が退化していて、頭部にごく小さな点として確認できるのみである。上向きに開いた大きな口には牙が並び、独特の風貌をしているが、噛まれてもあまり痛くはない。鱗も退化していて、体の前半部に円形、後半に楕円形の鱗が散在する。これらの外見が、海外映画、エイリアンシリーズに登場する宇宙生物の頭部に似ていることから、 メディアで取り上げられる際はしばしばエイリアンのような魚と比喩され、地元に魚場がある、探しもそう宣伝するようになった。ハゼカの魚ではあるが、腹期が吸盤になっていること以外はハゼに見えないような外見をしている。和名、ワラスボは稲わらを束ねて作る筒のような形に煮るための名称と考えられる。チワラスボティニョーイズシロテスに似ているが、チワラスボは 下ーごに三体の短いヒゲがある点で区別する。日本、朝鮮半島、台湾、中国に分布し、日本では有明海奥部の南米干潟の実に生息する。八代海の前島でも見つかったことがあるが、記録地は生息に適した南米干潟ではなかったため偶発的な記録と考えられる。ムツゴロウやハゼ口などと同じく、 中国大陸と九州が陸続きだった頃に、有明海へ定着した大陸系依存種と考えられている。干潟の霊中に巣穴を掘って住み、潮が満ちると海中に泳ぎ出す。食性は肉食性で、小魚や貝類、甲殻類、多毛類など小動物を幅広く捕食する。漁業者の間では、揚げ巻き貝を食害するとも言われていたが、 稲内用物の調査では多様な小動物が検出されていて、揚マ巻ガイは選択肢の一つに過ぎないと考えられる。産卵期は夏で巣穴の壁に長径2.3から2.6ミ、mm、リメートル、短径0.6から0.7ミ、mm、リメートルの水滴系の卵を産卵する。3日ほどで全長3.3から3.5ミ、mm、リメートルの飼魚が孵化する。 死魚は、一般的な魚のように大きな丸い目と水平に、開いた口を持つが、成長するにつれ目が退化し、口が上向きになり、牙が発達する。学名の類義語にカキがある。わらすぼには、九州各地に地方名がある。わらすぼの紐の、有明海で用いる、すぼ書き有明海沿岸域では、チわらすぼとともに、各地で食用にされ、満潮時は、 アンコウモウ、干潮時は、スボカキなどの伝統漁法で漁獲される。スボカキは、棒の先につけた針に、わらすぼを引っ掛ける。伝統漁法で、タスキーに乗って移動しながら、わらすぼを漁獲する。新鮮なものは刺身、握り寿司、煮つけ、味噌焼きなどにする。少し泥臭さ、あるいは干潟のもの,のような匂いがあるが、そのもとは皮であるため、皮付きで調理するか否かで、 匂いの感じられ方は異なる。ほとんどは内臓を取り除き干物にされる。干物を短冊状に切って、素焼きや素揚げなどにし、趣向として供されることが多い。白い牙を剥いた、開国色の干物は、見た目が悪いものの香りと旨味がある。地元の土産物店や料理店では干物を販売する、ところもある。かつては、干物の安価で、 出汁を取るのにも使用されていた。生の状態では、臭みがあり、出汁には使えないという。長崎県島原半島の郷土料理六米にも、用いられたが、現在は、鰹節などにとって変わられている。生命力は強く、息づくりにされても頭部が動いて人を噛むことがある。前述のようなエイリアンを思わせる外見を生かして、エイリアンを商品名に冠した。 スープ、ラーメン、せんべい、栄養ドリンクが販売されている。かつては地元でも、漁師らを除きあまり馴染みはなかったが、佐賀市が、エイリアンになぞらえたプロモーション映像を公開した2015年頃から、知名度が高まった。日本では、有明海湖優秀だが、干拓や、環境の変化が脅威となっている。日本の環境省が作成した、奇水。 淡水魚類レッドリストでは2007年版から、絶滅危惧種類として掲載された。ワラスボ族オドンタンブライオーパスには5種が分類され、どれもインド太平洋の大陸沿岸に分布する。探し、WRSB ワラスボ公式サイトワラスボ、エイリアンオブアリアケ。台湾モノ種名録、ライシウナギエビトラ、ハット AB、行天ご飯、エイリアン魚ワラスボ料理味は、 繊細黒かわいい。読売新聞長官2018年6月3日読みホット。1から2面。ありがとうございます。